少しお待ちいただけますか。カノン、そんなに驚いていただけるだなんて大変光栄です。どうしてここに。どうしても何も、私は随分と前からここにいましたよ。だってお前は春日だ。私は私であって私じゃない。だから今私はここにいることができるんです。別人ってことか。別人ですか。その問いに答えるには人の定義が必要でしょう。妄想請負人、それは果たして人なのでしょうか。たとえそれが人の形をした妄想の存在であっても。え？人の形をした妄想、それとも妄想により生まれた人。それはそこに答えなど存在しないのかもしれませんね。なぜなら私は記号でしかないのですから。記号？妄想請負に、それは記号です。だから私は私であって私じゃない。そして私は私じゃなく私である。何が言いたいんだ。とても簡単な話ですよ。私はあなたに文句が言いたいんです。こうなってしまったのは全部あなたのせいなんですから。あの日俺の世界は変わった。音もなく崩れ去った。だから俺は知っている。この世界に神様なんていないと。だから俺は夢を見たんだ。たった一人の友達が欲しいって。そして俺は出会えたんだ、たった一人の親友に。そして俺の世界は変わった。理想で世界は回らない。そう、回らないはずだったんだ。なぜでしょうか。なぜ願ってしまったのでしょうか。どうしてでしょうか。どうして願ってしまったのでしょうか。全部偽物なのに、全部妄想なのに、全部あなたがいけないんです。今のは夢？なんだ、まだこんな時間か。早起きしちゃったな。はあ、たまには早めに出るか。でもどういうことだよ。全部俺のせいって何なんだよ。朝日、あ、瑞希、どうしたの。まだ約束の時間じゃないのに。なんか起きちゃったんだ。もう遠足前の小学生じゃないんだから。違うって。それなら夜更かしして寝坊するはずだろ。そうだったね。でもどうしたの。なんだか元気ないみたいだけど。ごめん。ううん、気にしないで。話したくなった時でいいからね。ああ、ありがとう。それじゃ、気分転換に散歩でもしよっか。え？だってお前、なんか用事があって早いんじゃないのか。ううん、何にもないよ。いつもこのくらいの時間には起きてるから。
朝日と違ってさ、僕は健康的な毎日を過ごしていたから。俺も最近は健康的なんだぜ。知ってるよ。それじゃ少しお散歩しよっか。どうしたんだ？アサヒ、ちょっと待って。向こうから視線を感じるんだ。視線？うん、大丈夫。どこかへ行ったみたい。一体どうしたんだ？最近ね、よく視線を感じるんだ。僕のことをじっと見てるっていうか。妄想管理局の人間か？どうだろう。なんだか嫌な予感がするな。よし、視線の正体を突き止めるか。それは嬉しいけど、どうやって？こういう時は待ち伏せだな。駅前広場のマクセルシオールへ行こう。ここでコーヒーでも飲みながらちょっと様子を伺ってみようぜ。うん、わかった。どう、アサヒ、視線感じるかな？感じるも何も、さっきからめちゃくちゃ感じてるけど。え？お前気づかないのか？さっきからやたらと女の子が見てくる。そうかな。もしかして俺にモテ期が到来か？隣にいるのが水木だってことを忘れてたよ。え？どういう意味？なんでもない。ま、こんな人目につく場所には現れないか。それじゃあ人気の少ない場所に行こっか。あ、そうしよう。ちょうどいい場所が裏通りにあるな。視線の主も追いやすいだろう。どうだ、水木？うん、視線を感じる。きっといつもの視線だと思う。どのあたりだ？きっとあの電柱のところだと思う。よし、こっそり近づこう。見つけたぞ！って、ネクラ君じゃん。なんだ、お前だったのかよ。何の話かな。ううん、違う、彼じゃない。いつも感じてた視線はもっと低かったから。なんだ、違うのか。驚かせてごめんな、ネクラ君。え、一体何の ことかな。ついさっきまでこの辺で向こうを見ている人はいませんでした。それだったらいたよ。女の人だったかな。女の人？なんか慌てて中央通りへ向かっていったよ。おお、でかしたぞ、ネクラ君。いつもありがとうな。いつも。アサヒ、行ってみよう。どこにいるんだろう。俺にいい考えがある。水木、ちょっと耳を貸せ。え？なるほど、そういうことか。それじゃあ作戦開始だ。
水木はアニマートへ入ってくれ。いいよ、アサヒ。見つけた。え、どうして？ここのお店はね、通り抜けられるんだ。だから僕が先に出て待ってたので、俺が遅れて登場ってわけ。そんな僕に何か用かな。それは。お、なあ水木、この子どこかで見た気がしないか。確かに言われてみると。あ、わかった、あいつだよ、あいつ。もうみんな私のために喧嘩しないでね。サークルクラッシャーの姫。え、そっか、あの時水木に惚れてたもんな。それがストーカーになっちゃうなんて。待ってよ、アサヒ。あの人は僕のことを覚えてないんじゃないかな。あ、そういえば。じゃあこいつは誰なんだ？もしかして私の姉とお知り合いだったんでしょうか？いや、知り合いっていうか。ってことはあの子の妹さん？だけどどうして水木を？それはですね。あの相原瑞希さん。どうしたの？あなたのことが好きです。私とその付き合ってください。え、告白って結局ストーカーだったのかよ。でどうするんだ瑞希？どうかお願いします。ごめんね、君の思いには応えてあげられないかな。どうしてですか？やっぱり彼女がいるのでしょうか？ううん、そうじゃないよ、彼女はいない。それじゃやっぱり私に魅力がないから。ううん、そんなことないよ。だけど今は朝日と一緒にいるのが楽しいんだ。だからごめんね。まさか、そんな、そうだったんですか？え？だから、二人でカフェに行ったり、人気のない場所に行ったり、つまり、そういうことだったんですね。さようなら、私の初恋。どうしたんだろう？ああ、絶対に勘違いされた。良さそうなお二人さんじゃありませんか？あ、葉月さん。こんなところで会うなんて偶然だね。偶然だねじゃないよ。もうまた抜け出してきたんでしょう。だって退屈だったんだもん。でも抜け出してきてよかった。何が良かったの？昔みたいにね、二人が仲良くしている姿が見れたからだよ。そっか。うん、おかげさまでこんな感じです。よかったよかった。これでお姉さんもう思い残すことはないよ。え、どういう意味？そのまんまの意味だよ。いつかこの繰り返される今日が終わったとしてももう思い残すことはないんだ、姉さん。でもね、これが妄想だったらちょっと悲しいかな。これが妄想だってさ、せっかく仲直りした二人も大きくなった二人も全部妄想かもしれないんだよ。
そんなの悲しいじゃん。そうだよね。もうそんな暗い顔しないの。だけどたとえ妄想だとしても嬉しいことには変わりないんだよ。どうして喜べるの？だってね、私病室からずっとこの街を眺めていたの。たくさんの人がにぎわう秋葉原、たくさんの思いがあふれる秋葉原、そんな秋葉原で昔みたいに水木と朝日くんと遊びたいなって、秋葉原の街を眺めながらそんなことを願ってたんだ。だからね、たとえ妄想だとしても嬉しいんだ。私の願いが、妄想が叶ったのかもしれないんだから。願った妄想？なぜ願ってしまったのでしょうか。どうして願ってしまったのでしょうか。全部あなたがいけないんです。あ、朝日くん大丈夫？なんだか具合悪そうだけど。大丈夫です。ほら、慣れない早起きなんてしちゃったから。もう朝日くん、早起きは体にいいんだよ。それじゃお姉さんはこの辺で失礼しようかな。ちゃんと安静にしてなね。水木のケチ。まだ病み上がりなんだから、父さんも母さんも心配しちゃうよ。そうだよね。水木、朝日くんをよろしくね。え、僕？朝日くん、水木をよろしくね。え、俺？いつかまた3人で一緒に遊ぼうね。それじゃあバイバイ。あずきさん、どうしたのかな。いつもの気まぐれじゃないかな。おお。さあ、そろそろ行こうか。みんなもうメルヘンの妄想宮で待ってるんじゃないか。